こんにちは、ピヨキシ太郎です。今回は静岡県内のホテルで当時高校2年生の女子高生にみだらな行為をした医師の男が懲戒免職になったことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の8月11日神奈川県小田原市は小田原市立病院麻酔科の医師の男42歳を懲戒免職にしたと発表したと。男は2020年1月12日、静岡県内のホテルで当時高校2年で17歳だった座間市の女子生徒に現金6万円を渡し、みだらな行為をしたとして、6月4日に児童売春・児童ポルノ禁止法違反容疑で加賀町署に逮捕されたと。男は当初、未成年だと知らなかったと容疑を否認していたが、市の調査に対し、実は知っていたなどと答えていたということです。でですね、客観的な意見としては、未成年と知っていた山下はタダで関係持ったけど、世間からは許してやれよ、的な意見が出てるけど、この差は何だろうね。高校生の方も刑罰を与えるべきだし、名前を公開すべき。警察での取り調べなり。メールのやり取りで高校生も同意だろう。確かに男は悪いが、そろそろ高校生も罰則しなきゃ、いつまで経ってもこのような事案はなくならないといった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、このドクターは神奈川県の病院で勤めているということで、パコったのが静岡県内のホテルっていうことで、まあ、黒ですね。黒で、まあ、県外のホテルだったら大丈夫じゃねって思って、まあ、とりあえず6万渡しておけばいいかなっていう感じで6万渡してやったという感じかな。まあ、未成年。当時未成年。まあね、なんだろうね、まあある意味同意のもとだったと思うんだけれど、まあ違反は違反なんで、まあしょうがないんですけど、まあこういった事案は、両成敗じゃねって個人的には思うんだけれど、まあただしたたかな神奈川県に勤めていて静岡のホテルでパコった、県外だったら大丈夫じゃねって思った、そのしたたかさはちょっと、あれだなって思ったけど、まあ、まあねーっていう感じですね。まあ、両方とも悪いんじゃねって正直思いました。はい。ということで、今回は静岡県内のホテルで、当時、高校2年だった女子生徒をパコった医師の男が懲戒免職になったことについてお話ししていきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。